久しぶりですね。久しぶりですね。まあいろいろありまして。あ、どうもどうも。シャッフル涼子さん。あ、できてるできてるできとる。どうしたの？ちょっと右向いて。どうしたの？こんばんは。いや今日もいっぱい人いますね。もう結構ね。ということで今日は最近僕がハマってる投げをちょっと撮影していきたいと思いますので。インパクト名古屋ようこそ。ありがとうございます。今年2回目です。久しぶりですね。久しぶりですね。まあいろいろありまして早速今日も濃いメンツがいますんで行きましょう。行きましょう。あ、こんばんは。あ、お願いします。あ、お願いします。あ、どうもどうも。シャッフルようこさん。あ、できてるできてるできてる。明日休みなんです。あ、いいな。撮影時間無限大です。あ、了解。おっす、お願いします。おー、マルセロ。おっす、お願いします。おっす。はい、ということでかなり今日も濃いメンバーが確定しましたんで倒しに行きましょう。どうした？分かんない。どうしたの？これ。これ、これどうしたの？ちょっと右向いて。いつからこうなってたの？いや、さっき着替えてる時見たら。すごいですよね、これ。これすごいね。個性的な。ブルノ先生。おっ、こんばんは。こんばんは。いや今日もいっぱい人いますね。もう結構ね、今日みんな頑張ってるから、はい、嬉しい。すごいですね、横山さん。めちゃくちゃ練習してますね。おー、すごいすごいよ。休み全然しないから、うん、強くなってる、どんどんね。いやー、脅威だな。いやでもいいですね、いい練習。いい練習だ。みんなよく頑張ってる。絶対グリップ離さない。絶対このままのグリップ。このままのグリップ。そう。左手腰を押して、そう、肩を押して、押す、押す、そっちを押す。そう、足の手はグリップずっと。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日参加してたメンバーも濃かったんで、はいはいはい、初っ端スパーリング相手マルセロですもんね。で、あとは僕とやって、その後に浅井さんとやって削られましたね。いやいや、もうだいぶ削られてます。まあでもできますよ、まだ。じゃあもう今ね、練習終わってメンバーの皆さん帰りましたので、こっからはもう僕らの時間です、はい、ということで今日は最近僕がハマってる投げをちょっと撮影していきたいと思いますので、お願いします。まあ、ゆっくりやりますけど、君だけしっかりと取ってください、はい、じゃあやっていきましょう。よし、じゃあ最近僕がハマっているともえ、ともえですかね、まあ、横ともえをやっていきたいと思います。まあ、これから過去にショートムービーを上げたんですけど、まあ、陽介先生に僕が秒殺されるっていうその動画の技にもなってます。この動画だと僕は左手相手の襟を上から掴みます。掴んだら僕のこの右の襟離して相手の袖黒取りをします。で、この状態で相手も踏ん張ってくるんですけど、相手はこの出てる前足、外刈りをやると見せかけてちょっと後ろに引かせます。そうすると相手また踏ん張るので、この踏ん張った力を利用して僕が潜り込みます。左足固定して右足を相手の中に引っ掛けるように潜ります。そしたらこの手下に
眠らせときながらこの左の襟を弧を描くようにちょっと肘を引っ張ってます。で、乗っけます。そのままマウントとかいけたやつからこのまま上を決めるという、このパターン最近僕は好きです。ありがとうございました。まあ、こんな感じで、まあ、たまにはね、あの立ち技をちょっと取り入れてみてはいかがでしょうかっていうところで、はい、まあ、怪我せずにまたこれからも頑張っていきましょう。頑張りましょう。次のなんか試合の予定とかなんかあるんですか？今のとこ9月の25日ですかね。はい。9月ちょっと手前にラスベガスっていう手段もありますけど、あの、はい。マスター、ムンジアルマスターとかありますけど。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。